どうも皆様こんにちは、藤原でございます。よろしくお願いいたします。初めての方もいらっしゃいますけども、お元気でお過ごしでしょうか。景気がいいって方手を挙げていただきまして、景気が拡大するという方手を挙げていただきましたよろしくお願いですね。去年秋にですね、トランプ大統領がいきなりイギリスのメイ首相を訪問しまして、そこで共同記者会見してました時にメイさんが言ったんですね。もはやイギリス、アメリカが自分たちのイメージを世界に押し付ける時代は終わりましたと言ったんですね。もう一度言いますよ。イギリス、アメリカが自分たちのイメージを世界に押し付ける時代は終わりましたと明確に言ってました。ということはもうアメリカ人がね、市場はこういうふうにしろとか、人権はこう考えるとか、外交はこうしろとかいうことはしませんということですよね。歴史的転換点です。そうするとね、ここがポイントなんですよ。こういう形で何十年、100年以上の歴史が終わるときっていうのは、その前の歴史がないとその次なかなかわからないんです。だから今見てるとですね、歴史の古い国ほど強いですね。日本、シリア、イラン、ロシアね、歴史古い国なんです。中国は一見古そうに見えますが、毛沢東の時全部後ろ切っちゃったんです。だから我々も経営も政府もそんな細かいこと言ってらんないんですよ。もう大まかなところで稼ぐ力を持たなきゃいかんのですよ。稼ぐ力を。で今その転換期にあって、要するに事業の見極めの能力が全ての人ができなかったってわけないと思うんだけど、経営者になかったってことですよ。人材ってですね、養成に時間がかかるんですよ。結局その場合もね、役所型のこういう経済の運営をするっていうのがもう20年以上続いてるわけ。そうするとね、オープンな体制の中である程度市場原理もある中で成功するやり方は一つあるんです。住み分けなんですよ。住み分けはこういう字書いたらいいかな。住み分けですよね。独自のマーケットを作るっていうことはこれしかないんです。考えてごらんなさいよ。本田さんだって、松下さんだって、それからソニーの森田さんだって、それまでの明治以降の日本の産業になかったことを始めたでしょう。あ、こっちはいいとか大丈夫とかね。だから今日申し上げたことは実際世界でも動いていることですから、我々も決して一言ではないということですね。でも決してそれは全ての終わりではないということは、新しいものの始まりですから。じゃあそれを聞いて今日どうするかって今日の後半のお話でございます。仕事の原点をしっかり見てそこをやっていけばいいわけですから、だからそんなに今すぐ慌ててどうこうでもないですから、むしろ足元固めることをまず大事にしてくださいね。それさえやっていけば大丈夫だと思います。はい、藤原先生本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。それで最後少しご案内させてください。今日、第2部でお話ありました、住み分けと、それぞれのですね、やっぱ業種で、独自のマーケットを作るというお話ありました。きっと皆さんもそれぞれもうすでにされていらっしゃることと思いますが、それぞれの皆さんの活動をですね、情報交流したいということで、講演会がある月と別の月にですね、たまり場福岡の交流会というものを開催しております。このちっちゃな A4 の半分のご案内で今日配らせていただいておりますが、6月もですね9日に、交流会を行おうと思ってます。それぞれ皆さんのやられていることが、他の方のいろんなアイデアのヒントになることもあると思います。そして、いろんなお話をですね、後ろ今日ビデオを撮影してもらっている曽川さんが、今度は新しいホームページを作っていただきました。福岡藤原塾で検索いただくと新しいホームページの方に飛ぶことができますので、そこで皆さんとの交流もですねこれから深めていけたらなと思っておりますので、ご時間あればですねまた交流会の方にもご参加いただければと思います。それでは、次回はですね8月の4日になります。
また3ヶ月後です。皆さんとお会いできることを楽しみにしております。本日はどうもありがとうございました。